2022年、11月の12日、長尾川の上流部に来ました。まだ向こうの方行けばあるみたいですが、まあ、基本的に奥のだいぶ奥の方まで、河川の両サイドしっかりと工事できてるんで、で、まあ、川の中この有様で一回土砂のかき出し等々しなきゃなんない状況ですね。長尾橋に沿って、まあ、歩いていこうかなと思ってるんですけど、どこから歩こうかな。まあ基本的に平坦だから向こうの方に水門作っておけばかなりの距離、水溜めれます。何が良い部分かって言ったら雨の日、水溜めておける。で、太陽光パネルを敷き詰めた時に、太陽光パネルなんて冬場なんて、せいぜい夕方もう16時ぐらいになってきたらもう出力ほとんどないでしょうから、それぐらいから河川水門開閉式ダム発電や地下水流トンネル発電で、電力を賄わなければならない。で、さすがに20時夜の8時以降ぐらいまでになってきたらもうほとんど使用する電力はあんまりありません。ごく一般家庭の方たちの電力ぐらいですから。ちょっと向こうの方まで、行って撮影再開します。